皆さんこんにちは、おゆきです。今回の動画は最高市のアークナイツ実践の ID2 編を完全日本語吹き替え版でお届けいたします。限定ガチャの工場星6枠ということでゲットする方も多いと思いますが、ゲットダウンするだけでなく使いこなすには性能を理解することが大切です。それでは早速見ていきましょう。どうも、目覚めが悪い最高だ。今回はお待ちかねの愛らしい小鳥、いや、アイリーニの実践論だ。アイリーニの戦い方は基本的に単純明快だが、新ギミックが導入されたことで話せることはそこそこあるよ。では早速本編といこうか。星6剣豪としてアイリーニのパラメータは攻撃より、特性で攻撃1回ごとに2回ダメージを与えるが SP は1しか回復しない。素質1の効果はアイリーニ攻撃時 50% の確率で敵の防御力を 50% 無視し、敵が飛行ユニットであれば確率は 100% に上昇。そしてモジュールは敵の防御力を70点無視。素質と同時に発動した時モジュールを計算してから素質の倍率が入る。例えば1000の防御力は465になる。まあちょい損。防御力デバフが複数あるとき、最初に計算されるのは一定数値の低下。例えばメテオリーテ S2。次に割合低下。例えばシャマレ S2。その次にアイリーニの素質とモジュールだ。覚えきれなくても問題ない。アイリーニ自身による低下幅はすでに十分高いからな。バフをつけたいなら攻撃力増加やダメージ増加がおすすめだ。ギミックの次に実戦での素質位置は一言でまとめるなら寒天の自由だ。例えば防御力3350の相応、アイリーニ S3 はワルファリン S2 のバフだけでワンパンできる。対してチェーン S3 はこういった高防御力の敵に対するダメージ低下がひどい。スキルは一旦ここまでにして、剣豪の特徴でよく多くの人に忘れられるのは通常攻撃の DPS だ。素質2と合わせて見てみよう。攻撃速度上昇、海の怪物がいる時に効果倍増。昇進にアイリーニの攻撃間隔は 1.1 秒にまで短縮し、海の怪物がいる時は 0.967 秒。2回ダメージのおかげで DPS だけ見てアイリーニ通常攻撃はすでに奇跡のスキルと同レベルだ。これまでの剣豪は弾かれラインが低く、防御力300前後の敵が相手の時点から DPS は有志にすら追いつかない。奇跡はなおさらだ。しかしアイリーニは防御力デバフがあるので、この点においてかなり強化された。無論単体攻撃や低めの生存能力が枷となるので、終盤近くでは依然として単独運用に向いておらず連携は必要だ。攻撃回復のオペとして高速上昇で回転率も比較的に大きく上昇した。継続的に攻撃すれば回転が最も長い S3 でも 25.5 秒で溜まる。だが攻撃範囲が狭いので実際の回転率はラッシュのペース次第といったところだ。S1 発動時、アイリーニは目標に攻撃力一定割合の物理ダメージを与え、1秒浮遊させてからさらに追加で同じ倍率の物理ダメージを与える。またしても変わった強撃スキルだが、S1 の火力はそこそこ高い。2回の攻撃は総倍率が高く、うち2回目は確実に防御力無視が発動する。ただし火力だけで言うと S1 は同業者と比べてあまりアドバンテージがない。奇跡はともかく、強撃にはパラス S1 という大ボスもいるからな。アイリーニの強みは浮遊にある。浮遊は今回実装された新ギミックで、実際の効果とは継続時間内に地面の敵を攻撃不能、移動不能にし、同時に飛行ユニットとしてみなすこと。重量4かそれ以上の敵に対して継続時間を半減する。参考としてこちらは敵の重量まとめだ。浮遊はアイリーニのスキルごとに違う役割を果たす。S1 にとって 0.5 秒あるいは1秒の浮遊は主に敵の攻撃キャンセルに使うことが多い。浮遊は現時点で最も制限されていない妨害デバフで、現段階ではスタンと凍結の耐性がないボスは基本的に浮遊で飛ばせる。しかし逆はそうでもないかな。まあ今はテストできないボスもあるので、この画像はあくまで参考程度だ。浮遊のおかげで一部ボスに対して新たな対策ができた。例えばファウストを吹っ飛ばせば彼の矢も吹っ飛ぶさ。同じく一部の雑魚敵、例えばリターニア術師もスタン耐性があって浮遊耐性がない。しかし S1 での攻撃キャンセルは制御しにくく、敵に応じて高速を微調整して合わせに行かないといけない。さらに一部の敵は特定の特化ランクが必要だ。例えば巨像、特化1以上ならタイミングは合わなくなる。
それと厄介なのは浮遊中の敵は一時的にブロックされなくなる。よってアイリーニが敵2体をブロックした時、ブロックと攻撃の対象は S1 で強制的に変更される。安定な制御はできない。とはいえ大多数の一般ドクターはそこまで考えなくても平気だ。普段でこういう風に使う必要もないしな。特化に関して S1 の優先度は高くないので、一般ドクターは特化1か特化なしでも大丈夫だ。アイリーニが推しだったら特化3してもいいだろう。昇進1以降アイリーニは S2 を習得。スキル発動時アイリーニは範囲内一定数の地面の敵に対して攻撃力一定割合の物理ダメージを与え、うち重量3かそれ以下の敵を数秒浮遊させる。チャージ可能。注意、重たい敵に対して S1 と S3 は浮遊時間半減だが、 S2 はそもそも浮遊にできない。初心者が序盤攻略時、序盤の敵は HP が高くなく、 S2 2発の瞬間火力で普通のラッシュは対応できる。それとチャージ可能と手動発動のおかげで S2 は攻撃キャンセルやすり抜け防止といった運用でも使いやすい。しかしクラッシャーみたいな重量3以上の敵には効かない。S2 にとっての浮遊はモロハの剣だ。アイリーニは浮遊で飛ばした敵を攻撃できないのでダメージが出ないし、 S2 の回転率もひどく下がる。昇進維持での序盤攻略では遠隔オペと組み合わせてとどめを刺してもらったり、速射手の攻撃目標を変えることに使おう。最後に S2 は対空できないからドローン相手に使わないようにな。昇進にしてから特に終盤近くでは S2 の火力は比較的に不足しがちだ。簡素特化3で1回の攻撃力は3000ちょっと、溜めて2連発しても6000、雑魚狩りでまあ使えるってレベルに過ぎない。ラクシンスカジが一緒なら火力は出るけど回転率がまた一つの問題だ。しかしここから特殊な機能性が生まれる。 S2 特化3の浮遊時間は4秒と長く、消耗 SP はたったの8。浮遊中に攻撃できないのは確かにある種のナーフだが、代わりにほぼシームレスに8秒間の妨害ができた。なぜほぼなのかというと、 S2 は浮遊中の敵を撃てないからだ。落ちてくるまで待たないといけない。よって実戦では2回の発動の間にちょっとだけ隙がある。 S2 の強みを生かすにはまず1つ目、なるべく妨害と回転率を気にかけよう。重量4以上でダメージが高くない敵がいれば、それを利用して ID2 の SP を貯めつつ、他の軽い敵に対して高頻度でダメージを出しながら妨害できる。2つ目、 S2 を意図的に貯めることも可能だ。チェンの素質は言うまでもないな。効率はいまいちだがシンプルで安定するのが強みだ。上級者向けにリスカムと彼女のモバイルバッテリーでチャージする手もある。欠点は手順が面倒で普段使いには向いてないな。ワルファリン素質の場合、 S2 は発動する瞬間に回復阻害があり、 S2 自体によるキルでは SP がたまらないので、 SP 回復はその後の通常攻撃でとどめを刺してからになる。3つ目は S2 で浮遊ギミックの特徴を生かしてみよう。例えば浮遊中の敵はブロックされないので、オペにブロックされる敵を S2 で変えたり、10章で一時的に複砲の攻撃対象を変えることができる。今回のイベントステージでは S2 で回避敵の回避能力を無効化させてから遠隔オペで一気に倒せる。もちろん S3 だったらワンパンできるが回転は結構遅くなる。それとアンジェリーナ S3 と連携すれば重量4の敵を S2 の浮遊で飛ばせる。理論上強制移動オペによる移動も S2 でキャンセルできるが、普段はこうする必要があまりないかな。あと注意点は、サルガズ突撃兵の移動バフは浮遊でリセットしない。ローグライクでは気をつけよう。最後に S2 は対空ダメージバフを持つオペとも連携が取れる。例えばメテオ、レンジャー、カッターなど。だが実用性はいまいちかな。ローグライクでは S2 カッターと連携できるが、このコンビは雑魚相手にはもったいないが、ボス相手では力不足だから、今後に対空特攻のオペが実装されることを期待して待とう。特化に関して S2 の火力は操作がうまければ高いが、適当であればとっても低い。妖精素材の貯蔵を見て3か0のどっちかにしよう。昇進2以降アイリーニは S3 を習得。スキル発動時アイリーニは範囲内の地面の敵全員に攻撃力一定割合で物理ダメージを与え、数秒浮遊させる。さらに射撃を重ね、射撃するたびにランダムの目標とその周りにいる敵全員に一定割合の物理ダメージを与える。 S1 と S2 に時間をだいぶかけてきたが、実は 90% のケースは S3 だけで十分だ。ギミックから行こう。 S3 はまず範囲内の地面の敵全員に倍率が高めのダメージを与え浮遊させる。そこから3秒間、ランダムのどれか1体の敵に半径 1.1 マスの範囲射撃を最大12回まで撃つ。敵の重量が3以上であれば12回のうち7回は素質1が確実に発動する。あと5回は運次第。射撃中に攻撃範囲に入った敵も攻撃目標になるが浮遊にならない。
それと S3 は飛行ユニットにも当たるが、最初の一撃は当たらないし妨害効果もない。昇進にしたての頃は素質1のバフだけで S3 はほとんどの雑魚敵に壊滅的な火力を出せる。だがランク7では回転が大問題だ。攻撃回復で 30SP、 継続時間も短く、カバー力は低い。加えて初心者は大体バフ役が少ないので、初めての昇進2にはおすすめしないな。終盤前後、 S3 の最大の強みは短時間で高い瞬間火力を出せて強い妨害もできること。敵が最も弱まった隙を掴んで一気に倒せる。例えば地面に落ちた9章ボスや盾なしの10章ボス、あるいは皇帝の離陣みたいなギミックが強いボス。攻撃回復ではあるが、特化さんで初動が 8SP なので差し込み運用も難しくない。一般的な攻略で S3 を使いこなすために最重要なテクニックは集敵だ。 S3 自体の範囲は広いが、その後の12回の射撃は目標ランダムで範囲も小さい。パッセンジャー S3 に近い特徴だな。敵が密集であればあるほどダメージも高い。集敵といえばまずグレイディアを思い出す人は多いだろう。ただこれは娯楽寄りの組み合わせだ。面白いけど大体の時は必要ない。最も初歩的な集敵手段はブロック。何体かブロックしてから次の敵が目の前まで来た時に発動すればいい。1段上の手段は足止め。最も相性がいいのはサイラッハかスズラン S3。 短期決戦は前者、長時間集敵は後者がいいだろう。さらに1段上なら睡眠と強制移動。どんどん娯楽寄りになってきたな。だが現段階ではカフカ、ウィーリー、エンフォーサーなどと連携し、ある程度の集敵をするのはたやすいはずだ。集敵の他に S3 の倍率はほとんどのバフとは乗算関係だ。ダクシンスカジはもちろんのこと、彼女の S3 があれば ID には現段階のほとんどのエリートをワンパンでき、 S2 は安定なダメージバフで ID2 の弱めな生存能力をカバーし、居座り運用の ID2 を純奇跡にできる。そしてワルファリン S2、 S3 の総ダメージは彼女のバフでほぼ倍になる。ただし S3 も回復阻害があるので SP は発動時のキルでは回復せず、その後のバフがかかった通常攻撃で貯めるしかない。頻繁にラッシュになるようなステージはワルファリン S2 とアイリーニ S3 を交互に使えばいい感じに回転する。アに関しては高速バフは S3 に効果がないが、回転を早めることはでき、モジュール装備で防御力が上昇したらドリアンも平気で食べれる。それと特筆すべきなのはノーシス S2、短時間で高いダメージバフを付与できる。ただ欠点はスズランやサイラッハなどのバフと重複しないこと。スキルブーストに関して今のところチェーン以外はステージ次第で選んで組み合わせる必要があって、オールラウンダーのコンビはあまりない。最後に S3 の浮遊ギミックも攻撃キャンセルやブロック変更に使える。複砲の標的変更は前も話した通りで、変わった使い方に関しては例えばマンドラゴラのビームを S3 でキャンセル。ただしキャンセルは2秒まででビーム自体は止まらない。あとティアカウ勇士の一騎打ち状態のキャンセル、クローラー瞬殺とかがあるな。浮遊中は神経ダメージが出ないが、クローラーは重いのでダメージを出せる時間が少ないことは要注意だ。もちろん重量4の目標に対してアンジェリーナ S3 で時間を稼ぐことも可能だ。ちなみに S3 発動中は無敵ではないので、出所不明の範囲攻撃で倒されないように気をつけよう。最後はローグライクでのアイリーニについて。アイリーニを激変させる秘宝は非常に多く、状況次第で結構強くなれる。加えて通常攻撃でも火力が出るので、実戦ではそこまで秘宝を必要としていない。攻撃回復用の回転バフが一つでもあれば大体スムーズにいける。ほとんどのステージは S3 と通常攻撃で十分で、初手アイリーニでも余裕に攻略できる。まあただもっと余裕な選択肢は前衛にはあるってのがな。もちろん S3 を使うなら各ステージのラッシュのタイミングをある程度覚えておこう。初心者が1回目でやるなら無理はせずに、中盤以降物理ダメージか攻撃力バフの秘宝を入手できれば、ファントムでも巨匠でもアイリーニメインで問題ないはずだ。高速バフやシラクーザ人の憤怒があれば S1 メインの運用もあり。ただ高速が高すぎると頻繁に浮遊でダメージが途切れるのはしんどいかな。総じて言うとローグライクでは比較的に強いオペだ。ということで、アークナイツ実践論、アイリーニ編はここまでです。アイリーニは S3 ボス瞬殺のイメージが強いと思いますが、実践に基づいていろいろと知ることができたので、今後、アイリーニを使った攻略のレパートリーも充実しそうです。この動画は作者の再考試や翻訳班のサポートで成り立っています。視聴者さんの反響次第で存続する動画だと思っているので、いいなと思ったらぜひコメントやグッドボタンで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。